T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。今回もシャードだけで進んでいきましょう。使うシャードは、サモンエイプにストレートアローです。猿の活躍に期待したいところですね。来る！我が呼びかけに来る！めっちゃ出るね。どうやら5隙までみたい。アローの方は猿の補助的に使いたいですね。多分便利だと思うので。そうね。我が呼びかけに男。怖い場面では助かりますが、ちょっと声がやかましいかもしれませんね。何匹も出したうるさいね。でもこういう構造ではいいかも。さて、怪しげな研究棟です。全く何を研究してたのやら。行け！変身してるようにも見える敵もいるし。怪しいよねー。おぉ、本がカメラさんに強くなったことをもうアピールしてました。レベルアップしてたのね。めっちゃ近かったからびっくりしたよ。あんなに近くに来ることもあるんですね。ここだ。まずは会話か。ミリアム。ドミニク、こんなところで何してるの？残月を見かけなかったかしら。さっき列車で一緒に戦ったわ。思ったよりいい人かも。守ってくれました。え？残月があなたと一緒に？そうですか。嫉妬かと思ってましたが、予定外のことに苛立ってたのですね。そういうことだね。攻撃しないの。こちらもそうですが、この容器にですよ。あ、そっちか。そこ、我が呼び行け。行け、何かしよ。もう何が何だか。紫っぽいのが敵です。我が呼び来、本来物音の方が強いのですが、うちのエースたちの方が強いですね。さすがランク級。来たれ。こんなところにも勝てないか。ハードは敵が多く配置されてますね。攻撃パターンも強化されてるしね。そこ、こちらも強くなりすぎた。猿たち、子供を遊ばせてる母気分です。小さいと当てにくいな。やっぱり猿の方がいいか。割と当たってくれるよね。行け、サルサル言ってますが、ブシオンの方は実は無人だったりします。そうなの？はい、また後で見せますね。これでショートカットは揃ったかな。全部解放されたね。ちょ、予想外。どんなところで詰まってるのよ。そこ、そうか、毒をやってくるんだ。ぼーっとしてる場合じゃなかった。そこ、そこ、そこ、危ないな。よし、じゃあ物件行きますか。この高速の動き、いけるか。何を、こっちは猿だぞ。そこ、行け。この高速の動き、うお、
いきなりこれか。ノーマルでは見れなかったからよかったけど。ノーマルはいきなりなくなったね。やはりこの辺のボスともなると強力なシャードとかで瞬殺しないとノーガムは厳しいかもな。低くなったの猿じゃねえ。俺が遅いだと。猿以下でした。めっちゃバカにしてるように聞こえるから。でもホラホンには祝福されたし。行け。このエリアだけ埋めたら今回は終わりますか。結構短いね。なのでちょっとおまけをつけます。おまけ。はい。そこそこ。あ、違うんです。そんなつもりはなかった。行け。そこ。妖精の攻撃が強かったなら、このエリアで使ってもよかったんだけどな。ここは猿にしておきました。敵に合わせてみるね。まあなんとなく。一瞬敵かと思ってびっくりするから。こういう時だけは違うシャードも使いますね。ランク上げるとめっちゃ射程が伸びるから逆に使いにくくなった印象まであるな。ほんと長くなったね。反射して戻しちゃうこともあるほどです。それは意味ないね。じゃあここから拠点に帰りましょうか。今回はここで終わりにしますが、ちょっと短かったので、先ほど言ったようにおまけをつけます。悪魔図鑑を見せるだけなので、見たい方は楽しんでくださいね。それではノクターン。また見てね、ノクターン。行け！一人！それではここからおまけとして、悪魔図鑑をお見せします。ノーマル後日談の時に、図鑑もコンプリートしていたのを忘れて、お見せしてなかったので、ここで公開しますね。ネタバレ上等な方のみご覧ください。まあ今更かもしれませんが。そうだね。図鑑 100%、つまり全ての敵と戦って、さらにシャードも全部集めました。さらにさらに、ドロップまで、全部集めてあったのです。すごいじゃない？そうでしょ。これが今回使ったエイプですね。そうそう、ポルターガイストは、見るたびに違う人が出るというのは、以前説明した通りです。あら、かわいい。同じ人が出ることもありますが、何人いるのでしょうね。実写っぽい人もいれば、アニメのようなキャラもいます。ほんとだー。猫ちゃんも何匹かいるし、見てて飽きないですねー。同じ人が出ることも多いね。あ、伊賀さんだ。レアだったりして。素晴らしいゲームをありがとうございました。まあこんな感じ。
この犬も顔は怖いんですよ。ちぃ、想像以上だった。ちなみにこれで目いっぱい拡大しています。猫ちゃんも大迫力。これもよく見ると怖いですよねー。それに比べて。はいはい。いいですねー。こちらから手を出さなければ、祝福してくれるのも嬉しいところです。そうそう、ショベルアーマーの鎧も、手に入れてたんですよ。後でまたお見せしてます。ちょっと先になっちゃいますが。へえ、こんな顔してたんだな。ワンちゃん。来たー。まったく。うわぁ、見えちゃうよ。叩くよ。やめてー。ふおう？はぁ？あれ、首に時計をしてたんですね。不思議の国を案内してくれそう。なるほど。こいつにはやられましたね。さすがにマラソンが大変すぎるので、グレード級にするのは大変そうです。中身はこんな感じでした。そうそう。このライトエレメンタル。ダイヤモンドがなぜか 0.5% のドロップ率で、めっちゃ苦労しましたよ。162体も倒してた。このカヒライス、セクシーかと思いきや、めっちゃ顔が怖いっていう。じゃあ、ちょっと興奮してた自分が情けない。まったく。まあシャードマラソンをしていると、自然とドロップも集まります。この子が結構可愛いんですよ。アニメ顔だったのね。見えそうで見えない。どこ見てるの？言わずもがなです。この子だけ実は蜂だったり。キュラ、ただの貝かと思いきや、中には美女がいるんです。美女が。拡大してもわかりにくいね。水中の敵の素材は、結構必要になったりして、何度かマラソンに行きました。こっちは祝福はしてくれません。うほう？毎回興奮しなくていいから。こいつの落とす木材が高く売れるので、一時期マラソンしまくってました。そしてグシオンは確かに魔人だったね。そうでしょ。バットが思った以上に怖い。
青いソニック。オリハルコンマラソンとか、魔王の心臓は大変でしたねここからはボスかな。顔が真っ暗。あえてよく見せないようにしてますね。鞭の持ち方が完全にベルモンド。やると思ったよ。あ、ちなみにちょっと先のデータなので討伐数が2になってますが、あしからず。この人だけはずっと見てても飽きない。なんでだろう。はいはい、よかったね。いい。目だけが違うかな。割と、でかいです。何だよ。身長が。嘘つき。はい、ってな具合でした。魔王の心臓マラソンとかしてたら、いつの間にかレベル99になってたので、そこまで強くしたくない方はご注意ください。鼻メガネ。ではまた次回、ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。天使たちの